らっしゃい、ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。ママのひりきずむです。みさこのかみです。3人合わせてエンビーガブリエラです。皆さん、私たちがタイに行ったのは今年の1月です。今は何月ですか？2月ですね。行ったの、ほら、もうそのぐらいなのよ。確かに半年は経ちましたか。そう、8月ですもんね。もう1月も2月も一緒一緒じゃねえよ。ということで、私たちはタイに行った時にたくさんお土産を買いました。もう本当にすごいいっぱい、あの3人で厳選してコスメを買ったじゃないですか。紹介してないから開封できないみたいなのもいくつかあって、早く使いたいから紹介しちゃいたいと思います。半年越し、すごい半年間超さ、私たちもなかなかヘビーだったからさ、腰を据えて紹介するタイミングがなかったね。なかったよね。そうそうそう、だから、やろうと思います。うわー、もうすごいんですよ。うわ、すごい、バーって買ったんですけど、すごい買ったね。すげー、すごい買いました、本当にこちらです。こちらコンビニコスメです。で、パッケージ小さい小分けになってるんですよ。こうやって、ほうほう、チューブみたいになってるの。日本じゃあんまり見ないじゃん、うん、で、これコンビニ用のオリジナルブランドじゃなくって、うん、有名なブランドのものをコンビニで一回こっきりで使えるような感じの少なさにして売ってるっていう。はいはい、テスターサイズってことだ。そう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 、うん、これが物の数百円で売ってるから、今日ちょっと使いたいわとか、うん、旅行とか突然のお泊まりとかね。そうそうそう、そういうので使えるからめっちゃ便利だなと思って。でもファンデーションもあるさ。そうなの、そうなので、普通に美容液とかもあったりとかして、コンビニにブワーってあるの、これが。それが気になったので買ってきたんですけど、まず一番初めに紹介したいのがですね、リップがすげーいいなと思ったの。これです、リップ。えって思うじゃないですか、これ。ここの先に、おー、で、こっからこうやってつけるだけです。ポイって捨てられるの。すげー、めっちゃ便利じゃん。便利。そう、ちょっと好きな色。おでんじ。じゃあ俺キチンこれにしよう。いや、試してみたかったりするじゃん。そうそうそう、試したい人もいいだろうし、本当に今ちょっとやば、持ってくの忘れたみたいな時とか、うん、ちょうどよくって。ちょっと感動する、これ。この状態で出てくるのすげー。これすごい技ありじゃない。日本のコンビニもこういう感じでやっといてくれたらいいと思うんだよ、ね、確かに。しかもすごいなんか超いい匂いがするね。メレスカっていうタイのブランドですね、これ。すごい。こちらなんですけど、ババこちらなんですけど、見て、うわー、つけてる人がいいからかな。久しぶりだわ、この感覚、ね、メイク動画っぽい。少ししか入ってないわけ、うん、だから 1,2 回とか使ったらもう終わりみたいな、うん、そうだね、感じなんだけど、めちゃめちゃ便利じゃない。便利。これ正直さ、もちろんもちろん、よっとあれだよね、1本丸ごと買ったら3000円する、4000円するみたいなので、合う合わないだったり、うんうんうん、お気に入りになるならないが出てくるじゃん、うん、それを考えたら100円でこうやってお試しして、あ、これ良かったから 本体買おうみたいなこともできるわけじゃん、うん、そうだよね。それはすごいね、まあ、パックとかは日本で使い切りのやつがあるじゃん、うん、売ってんじゃん。そういう感じでこれもパックなんですけど、こういう化粧水っていうか、うん、こういうのの種類もめっちゃ豊富で、それこそツアーにさ、うちら行くじゃん、うん、でそういう時とかに持ってっても全然 OK だし、これはナイトセラム、ナイトセラム、ナイトセラムとかで、そうそう、男性のシェービングとかもあって、あー、シェービングオイルとかも1回使い切りで、で、日本のやつって1回使い切りとかないじゃん、ない、あんまり、うん、そう、だからこういうのとかもメンズ用のがある。旅行のパッキングとかも楽だね、これだね。いや、ほんとそれ、ほんとそれ思った。ファンデーションもこうやってなってて、これ負けたら普通にニュって出てくるんですけど、めっちゃいい。そう、リキッドファンデーション、リキッドファンデーションとかもこういう風になってるのが、めっちゃコンビニの棚のもう一面を占領してるぐらい、やっぱコスメ大国と言われるだけあって、めっちゃありました。そう、これがすごいなんか楽しくって、むしろなんかコスメストア行かなくてもコンビニで楽しめちゃったっていう感じ。確かにコスメのバイキングみたいなもんだよね。あ、おしゃれな言い方だよね。あ、ビュッフェって言えばよかった。ほんと食べるコンビニつながりで、コンビニに売ってた面白そうなグミを買ってみましたよ。これがグミと、これ何、
Google のやつめっちゃ便利だったよね。あ、そう、翻訳できちゃうからね。翻訳のやつ。あ、ミルクチーズキャンディーだって。ああ、れで一番さ、あの役立ったよね、あのお金を下ろすときの、あの ATM マシーンをこう翻訳。これちょっと開けてみようか。チーズだってよ、チーズ食べてみたい。何なのそれ。おばちゃん、おばちゃんが出てくる。おばちゃん、おばちゃんのパッケージで、開けるとおばちゃんが、ちっちゃいおばちゃんがいっぱい、ちっちゃいおばちゃんが出てきます。あ、おいしい。ハイチュウみたいな感じ。へぇ、飴じゃないんだ。チーズのハイチュウ。え、チーズ味なの。うん。え、だってあんたさっき言ったじゃん、ミルクチーズ。本当にチーズなんだ。でも、うん、おかずじゃん。でもミルク入ったから、ミルクチーズだからバターみたいなもんかな。うん、重くない？なんかチーズタッカルビの匂いしてきた。いい香りしてるでしょ。うん、ねえ、私を食べるなんてやめて。うん。で、これコンビニですごい楽しめました。わかる。あ、今日持ってこようと思ったんだけど、あとコンビニで一番おすすめだったのは海苔ね。あれも最高だった。タイの海苔、韓国海苔とまた違う味わいで、うん、めっちゃ美味しくって。分厚いんだよね。そう、死ぬほど買った。最後の空港までずっと食ってたもんね。全員食ってたよね、海苔。あれ超うまい。みんな海苔。東新宿にタイのスーパーマーケットがあって、ここに売ってたんだけど、やっぱ高いけどね、こっちで買うと。うで、続きましてはコスメストアに行ってきたんですよ。うん、めっちゃタイの人がすごい使ってるみたいなやつ。こちらスネークブランドの、これ粉なんですけど、暑い時につける粉で、うん、発火みたいな感じ。そう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 、こういう粉で、こう腕とかにこうサササッとつける。そうするとどうなるの？涼しくなる。あ、うわ、タイっぽい匂い。制汗剤みたいな感じ。サラサラするの、すごい。すごい、あのタイガーバームの匂いがしますね。あ、やだ、出しすぎたんだけど。いけるよ。いけるか、えい。つくくくして、やばいんだけど、薄力粉みたいな。もう二度と調子に乗らないで。あ、しかも肌が白くなる。二度と調子に乗らない。やばい、私この後今日完食なの。ちょっと調子に乗るなという教訓を得ました。で、続きましてはですね、ブランドでバッて買ったやつがあって、うん、メレスカっていうブランドなんですけど、タイだとキャシードルとかが日本に入ってきてるじゃん、うん、であんまり日本で買えないやつ探したいなと思ってまとめて買ってみました。これファンデが面白いんですけど、ファンデの色がですよ、白くないですか。こう確かに真っ白なんですよ、これ。これ見せたら分かるかな。あんたも同じなんだ。こうなってるんですよ、割と。で、これをこう伸ばすじゃないですか。そうするとあら不思議、肌に馴染む色になるっていう。あ、ほら、タイって高温多湿だから汗すごいかくじゃないですか、うん、だから全部結構ウォータープルーフで汗に強いっていうのを、うん、がもうベースみたいな感じ。あ、でそれのこのブランドのプライマー、まあ、ベースは普通なんだけど、保湿すごいされる感じがするんだけど、よれたりとかしなくってすぐ乾くの、これも。めっちゃよくって、これも色がちょうどピンクっぽい感じなんですよね。つけただけでももちっとするね、結構、うん、そうなの、すごいいいなっていう感じ。カバー力がありますということが言いたかったです。あ、全然違う、肌が、肌のくすみが全然取れて、くすみが取れて、やば、うん、トーンアップもだし、透明感もだし、うん、肌質も全然違う。これ本当だね。そう、すごいよくって、このブランド。もうこれ見ただけで一目瞭然、こっちが綺麗すぎる。で、こちらのブランドのやつがですね、あとは眉毛のペンシル、うんうん、すごい名前つけた。眉毛のこれもずっと使ってる、最近今日も使ってて、普通です。ただ、うん、マジで落ちない。マジで落ちないし、これがそのセットで買った眉毛のアイブロウマスカラなんですけど、これもマジで落ちない。私もね、メルスカのね、買ったんすよ、うん、あ、買ってたよね。そう、スリーラインで使える、アイブロウをアイライナーちょっと薄く塗ってぼかして、うん、アイシャドウにもできます。え、それどうだったの？絶対落ちないって言われて。あのね、2つ買ったの、うん、ちょっと分かりづらいんだけど、ちょっと暗めの方にメタリックっぽいなんかあのキラキラが入ってて、アイシャドウとかにも使いやすい。こっちはアイブロウとかにも使えるぐらいの茶色だね。で、こすっても全然よれないから。めちゃくちゃライブの時に使ってた。そうなのよ、なんかね、よれないの、すごく全部。なんかね、だって店員さん言ってたもんね、落ちない。そう、落ちないってすごい押してたよね。こちらがリップティントが3種類あって、これがティントだ。じゃあこれは？ん？チンコ。
じゃあこれは？ん？チンと。ねえ。え？よくないでしょ。はい。もうね、あのごめんなさい、リップは買ったよっていう報告だけします。なぜかというと色味なんてはっきり言ってあの映像で映したところで分かりしないし、くすんだピンクみたいな色を買ったよっていう報告だけしとくね。で続きましては、やっぱり気になるアイライナーを買いました。ブラックですね。これスーパーブラックって感じ書いてあります。え、ブラックじゃなくてスーパーブラック。スーパーブラック。フェルト？フェルト。あ、書きやすい。あ、何本か買っとけばよかった。なんか向こうテスターがさ、皆無ぐらいの本当になかったよね。そう、もうなんかスッカスカなんですよ。みんなここでメイクしてたりするぐらいない。あ、でもそんな感じしたよね。なんかすっぴんで行ってそこでメイクして出かけるみたいな。うん、いるるいるるいた気がする。メレスカは総じてすごい高クオリティのブランドでした。でも私 LINE で買っちゃってすごい後悔なしって感じですね。どれぐらいのお値段なんですか？お値段の。あ、ちょっと存じ上げないんですよ。確か1本800円。そうそう、そのぐらいだよ。日本のドラコス価格だよね。そうタイのお店ってさ、普通に LGBTQ の方が当たり前に働いていらっしゃってて、姿を元々の性別と違うトランスジェンダーの方ね、そうにしたりとか、まあ、トランスしてなくても、っていう感じの方がいらっしゃって、女装とかね。それでめちゃめちゃ綺麗な女性いるなと思って話しかけたら、男性の方だと。でその人がコーナー担当してたブランドがこの You っていう。春の風包まれちゃった包まれちゃう。でそう、こちらのブランドでそのお姉さんが使ってたファンデーションとパウダーを買ってみたんですけど、これもまあ落ちなかった。これも一回ライブで使ったんですけどマジで落ちなかったよ。へえ。これはね普通のファンデーションの色。あ、でもカバー力すごい。そうなのよ。ただねこれはねちょっとね色味がね明るすぎて。そうですね。ちょっとそうなのね。ちょっと色味買い間違えたなって感じ。でもなんかタイのお姉さんとか勧めてくんのやっぱめっちゃ明るい色勧めてくるの、あの向こうって美白に命かけてるじゃん。だからなんか明るく見せたいんだろうなみたいな感じで明るい色を勧めてくるんだけど、向こうで買い物するときはこの色が合いますよっていうののワントーンを下のやつを買うとちょうどいいかもって感じ、って言いつつもなんか伸ばしてると意外とそうでもない。まあ確かに、本当にこれ分かるか分かんないんですけど毛穴がマジで吹っ飛ぶ感じで、絶対白飛びしてて伝わらないと思うんですけど、気持ちだけは乗せておきます。あとはタイで一番売れてるって言われているパウダー、へー、これシーちゃんっていうのかなっていう、もう結構有名、タイコス好きな人には有名なパウダーで、私最近ずっとこれ使ってるんですけど、これもすごいヨレがなくってさらっとすぐするするし、水弾くめっちゃつけすぎでしょ。だからそう思ったわけ。だからそうやってポポやなきゃいいんだよそれ。で触ってツルツルだから。あ、ほんとだ。なんかもうすごいシルクみたいになるの。あ、だから今日会社と行くって言うとるやん。でこれがそのさっきの U ってやつのところの、これはですね色がついてるパウダーになります。君と見るこの景色がってことですね。春の風の方じゃなくて、それは浜崎さんの U で、今のはコウタさんの U です。あ、ね、あ、こっちの方がすごいナチュラルですね。とっても色がついてるからね。これ私も今初めて使うわ。いかがですか？いい香り、いい香り、いい香り。タイのお姉さんの匂いがする。みんなつけてんだ。じゃあフィルターかかったみたいになる。これすごい、絶対伝わらないと思うから、マジごめん。購入品紹介、購入品紹介だから別に検証動画じゃないんで、そこよろしくっていうのを買いました。しーちゃんというどっちもすごいね。でもやっぱしーちゃんの方がなんか人気なだけあって、すごい弾くから、ライブの時はこれ超使ってます、そして続きましてはですね、コスメだけが売ってる問屋みたいなところを教えてもらって、そこに朝行ってきたんですよ、で行った。そこでめっちゃもうブワーってくっそ安いく売ってて、それで買ったのがもうこれ超今使ってるんですけど、コントアリングのパレットで、この配色がもうね完璧でこういう感じになってます。すごい、上がハイライトとかになってて下がコントアリングになってます。私の今日はもうあのシェーディング全部これ使ってて、あ、へー、シェーディング最近これ使ってる、ずっとこれで。だって
300円とかだった。安い。安い。やばいよね。だってシェーディングもハイライトもついてる。そうなんですよ。でこれがもうこれも300円ぐらいだったか買っちゃったんだけど、同じブランドのこれもコントワーのやつの4色展開のやつで、割と薄めのやつだからナチュラルにいけちゃう。本当だ。本当ですね。そうですね。肌に馴染みやすい、肌に馴染みやすい感じですね。多分タン行ったら買ってみて、アドボってやつね。はい、もう次々行かないとこれもう終わらない。あとこれめちゃめちゃそのタイのところで中国の方がすんげえボカスカ入れてたのに釣られて、私も1個ポンってちょっと入れてみたとかこれあのビタミン C の、セラムですね。セラムビタミン C、 やっぱりビタミン C 誘導体とかめっちゃ大事じゃないですか、うん、で私もなくなったらすぐにビタミン C 誘導体買うぐらい買ってるんですけど、トロッとしてますね。とろみがある感じなんですけど、ほんとだ、ちょっと柑橘な感じの、はい、あらいい匂いだもう、はい、はい、これです。そして、キャシードールの日焼け止め、これはもうその場で使うために買いました。うん、キャットイドール、はい、これ買いました。これも小さくてお手軽だったから、めっちゃちっちゃいね。そう、今も使ってる。うん、普通に日焼け止めで、これもビタミン C 誘導体のやつで、めっちゃお菓子みたいな感じだったので、これも買ってみました。ということで続きまして、今度はですね、パック買ったの。おパックとあとお風呂用のもので、タイスクラブ超売ってて、うん、スクラブ使う文化なんだよね。うん、向こうって暑くて何回もお風呂入ったりとかするじゃん、うん、だから湯船っていうよりはシャワーだから、シャワージェルみたいな感じで、さっぱりするしね。そうだから、スクラブも何種類か買ったんですけれども、うん、特にこれを2個買いました。可愛かったから。これもキャシードールのやつですね。ホワイトミルクシャインピーリングボディスクラブ。あのね、ボディスクラブとか使いますか、お風呂で。使いますよ。使います、うん、最高だよね、うん、でこれも最高だったわけ。コンデンスミルクの匂いがすごい、甘いやつ。ちょっとだけね、あのスクラブだから透明なんですよ、これ。透明なんだけど、コンデンスミルクの匂いがするの。あ、すごい。あ、ほんとだ。え、めっちゃポロポロ落ちてく。やだー、でしょ、すごいの、これ。ピーリングなの、で、ピーリングのやつでもザラついてるやつで摩擦でみたいな感じじゃなくって、ちゃんとジェルが密着力がすごくって、うん、マジでピーリングしてるなみたいな感じになります。うわ、めっちゃつるっとしたんだけど。そう、もちっとしてる。拭き取った方がいいけどね。虫がたかるんじゃないかぐらい甘い匂いがするんですけど。めっちゃ甘い。大丈夫これみたいな。でもいい時、虫より男に寄ってきてもらいたいんですけど。あ、そうか、じゃあつけとけ。じゃあ次行きます。虫みたいな男が来る。最低だよ、もうピーだよ。タイのピーリングジェルはめっちゃおすすめだから、日本でも売ってたらぜひ一回試してみてほしいですね、シャワー派の人は。でも今やった時に欲しくなったもん。いいよね、気持ちいい。だから持って帰ろうと。バーイ。じゃあ次行きますね。これはなんかね、竹の商品がすごく多かった。あ、でこれはあの黒くなる竹の炭のパック。竹炭、はい、そしてこちらがゴールデンマスクです。私も買った。金になるっていうからさ、思わず買っちゃった。合うよね。秀樹さんのリクエストで買ったやつがこちらのアイシャドウパレットです。ヌーディーズっていうんですか。ヌーディーズ、アシュリー、アイシャドウパレット。これ結構種類あってね、色のね。そうなんですよ。パッケージも可愛いんですけど、中もほら見て、すごい、とってもなんかピンクと黄色、なんかギャルじゃない。皆さん見てください、ホラクチンの。見てあげてください、この美しい目元。あ、綺麗でしょ。でもほんと綺麗だから、ほんとこのグラデーション通りな感じで塗ってみたら、なんかいい感じに仕上がった、うん、めっちゃ綺麗、まあ、なんか濃すぎない、ギラギラしすぎない、うん、ちょうどいい美人って感じ。ちょうどいいなって言った、おばさん。パンテーション、ないじゃん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 。はい、ということでこれをですね、お土産用に大量に買ったんですよ、これ。うん、買った。私、うん、1回使わせてもらった。あの、腰が本当に辛くて。これさ、すごいいいんだけど、汁とか出てくるし。そうなの、やべえの、これベタベタする。すごいするよ、ね、なんだろう、これってなった。あの、湿布薬っていうなんか漢方かなんか、うん、開けると春物と中に入れるティーパックみたいなのがあって、うん、それを入れてこう貼るみたいな、ね、うん、そう、これを買いました。まあ、これはちょっと、うん、あのね、超安くて6
個で5個分の値段みたいな感じで大量買いしたよね。そうそうそう。でもなんかね、割とね、効いたよ、あったかくなった。まあそうだね。ただ朝起きた時にお漏らししちゃったのかなぐらい汁が漏れてる時があるから要注意。そうそうそう。で、続きましてはパックを買いましたよ、やっぱり。はい、これどうぞ。やった、嬉しい、ありがとう。あ、やった、ゴールデン24金。そうですよ、これ、はい、これはなんかそのリフトアップ、口をアップのリフトアップするっていうパック、キャッシードール先生が出てくる。あとはコラーゲン 24K って大体金入れればいいと思ってる。あ、そりゃそ そう。パックつながりでいくと私これ買いました。何か、アイマスク、なんかクマとか目元の乾燥気になるからマスクの、これあれです、トン屋なんでこんなにたくさん、あ、そうそう、入ってる、はい、そう、ほんと箱で超安かったよね、ほんとに超安くって、もう、あの、ありがとう、嬉しいや、箱で買った方が絶対いいだろうみたいな。そう、ビタミン C かな、 CI マスク、そうそう、レモン&ビタミン C、 使ってみよう。知らないお姉さんが買ってたから私も突っ込んでみました、カゴに。みんな死に物狂いでカゴに入れてたよね。すごいよね、なんかカゴ2つ使いとかだったもんね。やばかったよね。2人からなんかちょっともらいっぱなしだから、なんか秀樹もあげなきゃな。ということで秀樹からは2人に素敵な熱い愛をプレゼントしたいと思います。そんなことだと思ったので返却します。あー、クリップオフ。